今日お越しのお客様の中から1名様だけになっています。
ってしまいますが、ヒデさんにサインを出していただきたいと思います。とても簡単なサインになりますので、まずは私と一緒にサインの練習の方からお願いいたします。まずは皆様両手をまっすぐこんな風に伸ばしてみてください。ぜひ皆様ご一緒に練習の方お願いいたします。両手まっすぐ前に伸ばしてみてください。はい、そうです、ありがとうございます。この伸ばした両手、左右に大きく開いたり閉じたりします。そうすると犬さんたちの顔を出してくれます。最後は振っている手を割ってクロスをして見せると終わりの合図になっています。さあ、それではこちらのサインを練習してみて、犬さんたちに出してみたいと思ったお客様、いらっしゃいましたら手を挙げて教えてください。はい、少しずつ手が上がってきましたが、1名様だけ手を合わせていただきたいと思います。さあ、それではこちらで手を挙げてくれている緑の電話を着た男の子、頑張ってもらいたいと思います。はい、そうです、階段を使って1階まで降りてきてください。皆様、大きな拍手でお迎えください。もう一回練習します。両手まっすぐ前に伸ばします。はい、そうです、大きく振ります。ワン、ツー、スリー、スイー、そうです。最後はストップ。 OK、 それではこっちの台の上まで上がってもらいたいと思います。はい、こっちの台の上まで上がってください。はい、こっちってこっちまで上がってください。はい、あっちまで上がってください。サインが決まりましたら、皆様大きな拍手をお願いいたします。両手をまっすぐ前に伸ばして振ります。ワン、ツー、スリ
しているので、こんな風にステージの上も滑ることだってできます。さあ、パールとミルクが戻ってきましたので、イルカたちの泳ぐスピードをご覧ください。パールとミルク、高速でプールの中を泳いでいってくれています。こちらのランドイルカで最高で時速30キロから40キロほどのスピードで泳ぐことができます。さあ、続いてもイルカたちの実力をご覧いただきたいと思います。ステージの方で用意しましたビーチボールにご注目ください。イルカたち、ビーチボールキックに挑戦です。さあ、しっかりと高くこちら側までこのビーチボールを蹴り返してもらいたいと思います。まずは一番後輩のイルカ、ここまでの挑戦です。はい、とってもコントロールが上手でこちらに返してくれたのですが、まだまだイルカたちの実力はこんなものではありません。今度は選手交代、マリンパーク大ベテランのイルカ、パールの挑戦です。さあ、今度は高く蹴り返すことできるでしょうか。はい、少し当たりどころが悪かったようです。さあ、今度は続いて2度目の挑戦です。さあ、2度目はしっかりと高くこちらまで蹴り返すことできるでしょうか。海水が飛び跳ねやすくなります。十分にご注意ください。こちら側のココアは